ごきげんよう、山口あゆきです。メリークリスマスということで、今日はクリスマスパーティーしたいと思います。じゃあ料理していきたいと思います。イエーイ。切るだけやけど、これキラ、切るから、これやだ。うわ、え、そんな赤くないんかいってやつ。獅子頭、うわ、敗者復活戦見たかったな。真ん中になんかこうやって入れるタイプでいいんじゃん。どうどうどう、天才かよ。天才がここに訪れてワンツースリーや。いらん、こんな上に。なんか、ローストビーフ完成。70円、72円。嘘やろ、めっちゃ時間取るから。それで でかっ。
はいはい。じゃん。じゃあクリスマスパーティーを始めたいと思います。これは開け方がわかりません。あ、これポーンってやるやつや。あ、これ苦手やねんな。知ってるやり方。知らん。あ、これを外してか。これこうなってるからどういうことやろな。これやるから分からんな。あ、ひねっていくんや。分かった。なんとなく見よう見まねで食べや、うん、あの冷めちゃうから、うん、こうや、こうや。やばいわ、充電がねえじゃねえかよ。あ、これや、怖いねんけど。ビビッチャーメイクリーチャーズ。何やねん。え、シャンパンです。これはもらったやつです。とりあえずこんなもんでいいでしょう。はい、メリークリスマス、イーブー。炭酸鼻に入ってきた。どう？うん、おいしい。ちょっとぬるなってるけど、うん、美味しい。これ顔はあんまり映らんけどいいでしょ。おー、いいね。いただきます。これはわさび醤油にしました。上からかけてもよろしいですか？うん、ちょっと炙ってみたの。さ、ビンチョマグロ70円の。うん。天才が舞い降りた。だわ。これは？おいしい。これもう上からかけてんねん、タレ。もっとっていいよ。マジで？下に沈んでるかな。ほらほら。これつけて食べて。味ない。うん、薄いんやな。つけて食べるんじゃないのと思って。うん、つけてなかったで。あ、そうなの。うん、これはなるきりつない。ポン酢かな。ポン酢かけようか。ポン酢なかったんちゃう。あるわ、手間、うん、おいしい。ポン酢どうする？うん、これめっちゃ美味しかったで。唐揚げ、わさび醤油で作ってんの。ホタテちゃん。うん、ちょっと薄いな。おいしい。どう？巨大揚げは。うん、美味しい。これタレは？かかってる。薄い？ない、つけたい。ないの？あ、ええわ。これじゃあサラダと一緒に食べたらいいかも。うん。うん。サッポと一緒に食べ。なんか違う意味で美味しいな。パパと一緒に食べよう。
炭酸欠。もあ、おいしい。やわらかい。うん。なんか、お弁当に入ってたら嬉しいやつ。なあ、お弁当に入ってたら嬉しい。うん、甘辛いや。うん、なんかどっちかというとハムみたいな。うん。結構の量や、これ。うん。明日に置いといたら明日も25やから。一応クリスマスやし、明日が本ちゃんや。ポテチ食べちゃったからお腹いっぱいになっちゃった。いや、別にそれが本ちゃんやけど。マジで、うん、あとお腹いっぱいや。ソフトビーフ明日はタレ作るわ。いや、別にええ、このままでも。うん、味ない、うん、まあ、お肉つけたら別に。エビ食べていいよ、食べよ。食べ、なんか食べちゃうよ、もう、うんうん。エビピッカー、ピッカーな。このエビやばい。ありがとう。結構お腹いっぱい。お肉だけ食べとこう。お腹いっぱいですわ。クリスマス皆さんもどうですか？去年切れたんじゃないの？切れてる、切れてるっていうかもう切れる、うん、はあ、お腹いっぱいなんだけど。最初から後でまた回します。バイビー。めっちゃ可愛いんだが、見てこのクリーム、クリームの分厚さ。可愛すぎ。マカロン、お先に失礼します。うん、おいしい。うん、おいしい。チョコって感じ、めっちゃおいしいわ。うまっ。マカロン好きにはたまりません。かわいいからな。舌だけ食べるわ。すごいね、チョコが。うん、超美味しい。生チョコって感じ。あー、崩れそうだ。ひび割れ事件。美味しい。チョコが美味しい。本当は可愛くて食べられへん、この顔は。やべえな。全部食べちゃっていいの？いやいや、だから俺はいらんすよ。食べ。こんな美味しいな。ケーキもあるからな。ケーキもあるから。マカロンってそれ周りのその部分って成分っていうのは何なの？卵白。ん？卵白ほぼ。卵の白身。甘っ。になったけど、だから無理やわ。これ開けちゃったし、これはまた別日に飲みたいと思います。すいません、終わったの。この人、日の川市の。そうやね、連携事業なんか言ってはった。桃の風味が効いたビール。これがな、いちご、いちごの梅酒やね。梅酒やね。そう、これも飲みたいなと思ってていいけど、いや無理かも。全部開けたらもったいないやん。あれもこれも開けたら。なんで今日はシャンパンだけにしたいと思います。これも無理やろからな、一本なんか。無理やと思う。
せいぜい半分。普通のシャンパンの味？うん、普通のシャンパンの味。ちょっと飲んでみる。でもそれだけ入れて。濃いかな。それだけ。はい。はい、いっちゃうね。匂いがあかんわもう。そう、一回飛ばしてこうやって。飛ばし？うん、炭酸がきついやろ。炭酸じゃない、アルコールの匂いがきついの。うん、もうアルコールの酔っ払いのおっさんの匂いがする。おっさんやん。おぬしも。でも飲めんことないやろ。飲めない。こっちの方が飲めんじゃん。うん、アルコールきついわこれ。何パーセントってやっぱきついやんな。あ、でもそう思った。12.5%。 どうなん、分かれ。 12.5% は結構強いと思う。だってこれ5って書いてるのに。そう、ビールとかそういうのは 5% やねん。きついやん。酔うで。12度。それも度数12度。12度。うん、アルコール度数が12度ってことや。これ 5% やから5度やろ。どうとパーセンテージって一緒やろ、多分。これ、なんとかね。これ、12.5% ボルトって書いてる。ボルト？ボリューム？ちょっと12.5ボルトあったら、もうちょっとあれかもしれない。アイデアも結構。12.5 ボルトはきついな。きつい、ちょっときつい。ごくごく飲まれ。ダーギだってな、飲んだ瞬間に分かったわ。12.5% ボルト。ボリューム。ボリュームやんな。ボリューム。ボルトって思うやろ。ボルト、なんで遠いらへん。ボリュームや。ボリュームってなんかボルトって呼んでまわへん。呼んでまわない。だって このな、多分シャンパンってさ、もっと細いさ、こういうので飲まなあかんね、多分。あのグラスな。うん、だけど、アイギこれ普通にワイングラスで飲んでるから、もうこの中でアルコールが充満してた。匂いがやろ。最初。そう、アルコールの匂いすごいって、これは。なあ。こすのかな。でもこれと同じやねんな、じゃあ。このこっちの方がちょっと高い、0.5。これ12やから。でも同じぐらいはな、ほぼ。でもこれって言うたらさ、梅酒って悪いやん、ソーダにして。日本酒は多分、濃いで。わからん、書いてない。書いてるで。12って書いてるで。15度以上、16度未満。15度、あ、15度以上、濃い、濃いやろ。日本酒味もいつも普段飲んでるから、だからこ、めっちゃ濃いとは思わへんねんけど、でも、シャンパンにしたら濃いって感じ。あんま飲めへんからな、シャンパン自体が。これは明日も、食べたいと思います。ごちそうさまでした。ちゃんと残さずに食べたいと思います。別にそこまで言わんでいいんじゃないの。ちょっと今からちょっと M1 見ますわ。用意してくれてたんだよ。やった。何でしょう。カバンかな。あ、なんかふわふわしてるぞ。え、ちょっと待って、あやきって書いてるよ、これ。うん。カバン？かわいいやん。え、かわいいやん。え、かわいい。かわ？これ。かわ？知らん。かわじゃないんじゃない？かわいい。ちょっと待って、こんなんアギ持ってないし。よかった、でも小さいの買おうかなと思ってたけど、うん、小さいの今なかったから。マジで いつものカバンもパンパンにしすぎてるからさ、それ。そうやな、ちょっと大きいの方がいいなと思って。ありがとう、かわいい。めっちゃかわいいやん。ありがとう。これあやきって書いてたやつもここにつけたらいいんじゃん。うん、かわいい。ありがとう、オッケー。一応のして。はい。
いちご乗せます。これ別売りになって、これってヘタも取る？ヘタも一緒に乗せる？この方が可愛いか、どこでもいいの？アイキのセンスでいい？うん、かわいい。ちょっと写真だけ撮っていい？ゴジラも置いといて。いいやん。ガオー、バイクはもうこんだけ一人で開けてまーす。結構な M1 見てたからな、おもろかったな。アイキラが一番おもろいって思ってた人が優勝してよかったな、うん、最後めっちゃ笑ったな、うん、3個あげるわ。アイキラ水入れた。なんかバランスおかしいな。これな。じゃあつけます。やばい、これローめっちゃ早いよ、落ちる。ゴジラ近く置いててもらおう。見て。それじゃあ儀式と行きたいと思います。何やったっけ、これ。分からん。ジングルベル、ジングルベル歌うの。何ジングルベル、まあ、ジングルベルでいいか。歌って。ジングルベル、ジングルベル、スッとかわる、今日は楽しいクリスマス、イエーイ。ジングルベル、スッとかわる、なん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 、走れソリよ、なん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 。あれ？ん？短縮系やな。あ、ちょっと短縮系じゃないわ、そういうものなのか。うるさい、うん。食べます。あ、プーしよう。プーして。いいの？オッケー。おー。出るこれね。うん、水つけた方がいいかも。パン、トン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 ト。あ、包丁、ごめん。そこ洗って、一個。怪我したやろ。このだけのために一個。切ってくれ。切りにくそうやな。美味しそう。でもなんか、ショートケーキ焼き大好きやから。うん。嬉しい。ちょっとでかない？でかい。あ、ついた。サイズ。うん、結構。デカめに行っちゃう。今日はいいよな。あ、ダイエット Vlog 撮ってるけど、今日はいいよな。任せます。今日はだって、うん、クリスマスだもん。うん。ひとまずこの2個それぞれ食べたい。はい。じゃあ、あなたに。わお。ありがとう。うわ、美味しそう。じゃん。じゃんじゃじゃん。いただきます。うわ、美味しそう。おいしい。うん。あっさり。うん。いちごちゃん。いちご美味しい。中にイチゴ入ってるじゃん。うん。ほら。イチゴ。見えへんか。もう食用だけ食べよう。うん。今日は、しゃあない。あ、イチゴ一口で食べちゃった。うん。残してても。うん、偉い。2回に分ける。偉い。
めっちゃ美味しい。食べ過ぎちゃう。うん、美味しい。美味しい。チョコは？チョコ半分こしよう。うん。なんと。メリーって書いてるわ。もういいよ、もうちゃんも。あとちょっとだけ切る。ちょっとだけ切って。言ってどこ？それぐらい、うん、それぐらい。いちご入ってますように。いちご入ってんじゃん。ありがとうよ。ありがとう。チョコめっちゃ甘いな。うん。美味しかった。うん。甘いもんばっかり食べる。うん、ほんと。あとマカロン食べてるからな。うまっす。あ、惜しかった。でも2本だけらしいで。ん？クリスマスイブをとクリスマスを楽しむの。なんだけちゃうやろ。そんなことないよ。あの海外の人はあのクリスマスって言ったら25日らしい。そのイブも楽しんでんのって日本人だけらしい。あ、イブもっていうことだけらしいで。なんか海外に住んでた女の子の YouTuber がそれやってた、うん、日本はなぜ24日を楽しんでるのみたいな。まあでも、うん、そもそもがもう本来の趣旨から外れてるからね、日本のクリスマスの楽しみだと、うんうん、そう。天皇陛下の誕生日やもんな。上皇陛下の23やで、ね、23、ごめん、間違えた。23、23。美味しかった。このケーキマジで美味しかった。いいやつ選んだな。悩んでてんな、いろいろあってな。それにしてよかった。買った後になんかいろんなケーキ屋さんあったからやろう。ということで、ごちそうさまでした。メリークリスマス。俺この歌が一番好きわかるー。